まずは眼前の敵を撃破してください。後ほどそれぞれに任務をお願いします。まずは進むのを戦えばいいかな。あとで俺にも任務出すの忘れないで。お前の命はここで終わりよ。
った。私がお前の相手だ。その部試させてもらう。ここで死ぬつもりはない。撤退する。暗記で勝てると思ったか。覚悟。まだ気づいてはいない。ここでまた勝負だ。流れは孫悟に傾いたな。報告、家計が成功しました。敵は慌てふためいています。エンネ、北北東の砦付近で劉備を発見しました。なるほど、わかりました。私が行って一気に決着をつけます。ダブルンチョーよくも貴様らが殺したのだ。暗雲の先、果たして未成の人間とくらうつもらばせ。このままでは仇も取れぬか。一度引き体勢を立て直された。劉備が下がった。おい、奴を追い詰めるのだ。連盟敵諸葛亮の軍団が到来。劉備のもとへ急行している模様です。呉は殿を追ってきましたね。計算通りです。今こそ我が飛型を振るいましょう。あの陣を抜けないと劉備を追えませんね。諸葛亮先生の誘い受けて立ちましょう。これは随分と大きいですね。他陣の敵を撃破し明かりを灯しましょう。よくやってくれました。明かりに合わせて奇妙な兵も消えましたね。この調子で抜かせる。早く抜かせる。
く。これで周囲を広く照らせますね。さあ進みましょう。望まぬ。私はこの命全てをかけ。